さあ、闇のゲームの始まりだぜ。この辺りに敵がいるぜ。さっさと墓地に送り込んでやるぜ。さあ行くぜ、俺のターン。この手裏剣爆弾でダイレクトアタック。ちょっと待って、どこ刺さった今。あ、ちょっとそれはやばいぜ。貴様やりやがったな。俺が攻撃表示でダイレクトアタック。今回は夏の風物詩バーベキューで優勝していくぜ。俺のターン。まずは強火で貴様らを焼いていくぜ。いい感じに焼けてきたところでパーティーの始まりだぜ。俺が攻撃表示でいただきます。逆に調理されるとは恐れ入ったぜ。そしてそこに隠れているのはお見通しだぜ。どこへ逃げても無駄だぜ。この俺のスナイパーからは逃れられないぜ。アルティメットバースト粉砕。最初の武器がスナイパー2丁とはいかれてやがるぜ。だが貴様は一つミスを犯している。この俺という最強の狙撃手を敵に回したということだ。ダイレクトアタック、ホミオバーストスリーム。あの列車に誰か乗ってるぜ。ちょっと様子を見て。頼む、見逃してくれ。当然だぜ、俺は優しいからな。だがこいつらが許すかな。ゴブリン突撃部隊突撃。闇のゲームに慈悲はないぜ。どうやら2対1で貴様の方が不利なようだな。さっさと終わらせるぜ。ダイレクトアタック。俺のスナイパーがジブラルタルのアップにダイレクトアタックしたぜ。差し詰めジブラルタルってとこだぜ。ダイレクトアタック。それはそれとして最終決戦だぜ。この俺に早打ち対決で挑むなんて千年早いぜ。ダイレクトアタック。